世界アジア東、アジア日本南西諸島八重山列島ハテルマ島、ハテルマ島の一日本最南端の非ハテルマ島は沖縄県の八重山諸島にある日本最南端の友人島である。面積12.73平方キロメートル、人口は489人。友人島として日本最南端の島であるとともに民間人が日常的に訪問できる日本最南端の地でもあり、 日本最南端の日と日本最南端平和の日が建てられている。また、島内にあるハテルマ郵便局は日本最南端の郵便局である。緯度が低く日本国内で南十字星を好条件で観測できる数少ない島である。ハテルマ島のさらに南に南ハテルマ島があるという伝説がある。重税から逃れるため1648年に 島人が南波照間島に渡ったという伝聞が琉球王府の記録である八重山島年来期に記されている。波照間島には先島ハブなどのハブ類は生息していない。波照間島に人が住み始めたのは八重山列島では入表島に次いで2番目に早かったと推定されている。それは 下田原貝塚に残る痕跡からも確認されて3700年前まで遡るとされる。遺跡から出土した土器は下田原式土器と呼ばれる。八重山地域の文化は縄文文化の県外でインドネシア系文化と深い関係があったと推測される。しかし、この後、人の生活の痕跡は途絶え、3から12世紀頃の無土器文化までの間が空白になっている。 下田原貝塚のすぐそばにあった、この文化は、フィリピン系文化との関連性が指摘されている。14から15世紀に至ると、軍友拡挙時代に、入谷山は、中国や日本との主貿易で力をつけるようになる。果てるまでも競合が起こり、独自貿易の結果、下田原城、マシク村のような要塞集落が築かれる。また、この頃には、おやけ八、 長田大の死など歴史に残る英雄も輩出する。しかし、沖縄本島の統一を成し遂げた琉球王府が西へと進出、ついには1500年、親家赤八が琉球王朝側についた、都の中曽根豊明名屋に敗れ、八重山は琉球王府の支配下に入った。17世紀には琉球王府が薩摩藩の支配下に置かれると人頭税制度が導入され、 過酷な支配の始まりとなり、重税から逃れるため、南ハテルマ島を目指し、島を離れる、人々の伝説も残されている。さらに18世紀に入ると、島分けがたびたび行われるようになり、名和を津派で、壊滅した集落の復興という名目でた島への強制移住が実施された。19世紀後半に至り、明治政府により、 琉球王国が日本へ編入されるが、その後も人頭税は課され20世紀に至りようやく廃止された。また、ハてる魔島は首里から最も離れた島であったため、政治犯などの流刑地でもあったとされる。第二次世界大戦末期には陸軍軍曹、山下虎を名乗る、長方員が陸軍中野学校より送り込まれ、 その式により、イリオモテ島のハエミへの強制疎開が行われた。住民の多くは反対したが、軍の命令であったため仕方なく従ったものの、イリオモテ島は当時マラリア発生地帯で、島民のほとんどがマラリアに感染し、3分の1が死亡した。ハエミ殿の浜の石には、当時の学校長が刻んだ忘れ持ち石の文字が今も残されている。古くから、 ハテローマと呼ばれていたと考えられており15世紀中頃の李朝実録でも補い月露を浅いぜやさと記されている現在はハテルマ島ではパチラー石垣島ではパチルマハテローマハテローなどと呼ばれるこのような名称はハテノウルマに由来するという説が一般的でありハテルマという表記は当て字であるこれに対して 金関武雄はインドネシア系言語であるアミ語で沖の島をボトルと呼ぶことと関係があるのではないかとの説を唱え宮永正盛と論争になった。現地ではベスマと呼ばれることがあるが、これは我らの島という意味で透明ではない。島の生因は隆気三五症であるが、比較的起伏が大きい。中央部には標高60メートルに達する地点もあり、 この付近に、波照間島灯台が立つ。年間の平均気温は、摂氏24.1度。冬季には、北東風を中心に強い季節風が吹く。降水量は1789ミ、mm、リメートルと、日本平均よりやや多い。7月から9月にかけてはしばしば台風の直撃を受け大きな被害が出ることがある。一方、台風が少ない都市は、小雨となり、 農作物の出来に悪影響が出たり、海水温の上昇でサンゴンが死ぬなどの影響がある。熱帯雨林気候に属する。南共同売店島の西に最初の集落とされる、東見吉見があり、中央部に前、明石の2集落、東には南、北の2集落、総計5つから構成される。小中学校、診療所、郵便局が存在する。それぞれの集落には、 小さな共同売店がある。社会関係は、兄弟と姉妹の結びつきと、創形的親族を基本とする。島全体が、西と東に分かれ、その境界は、高名淵という。富香が西で、ブなりで、東は、ビギリとされ、姉妹の兄弟に対する霊的優越の考え方から、西がすべてにおいて、優位に立つ。かつて行われていた綱引きでは必ず西が勝ち。 東から綱に託して、北条を引き込むとされていた。全域が沖縄県八重山郡竹富町果てる間となっている。郵便番号は907-1751である。佐藤キビ畑1960年代までは、カツオ漁が盛んで、カツオ節に加工して出荷していたが、近年の漁業先住者は一桁となっている。就業人口の約3分の1が農業に従事する。 かつては米、麦、泡が作られたが、1960年代初頭に製陶工場が立地したことを契機に、砂糖キビ栽培への転換が進んだ。2001年には75億円の事業費と22年間の歳月を費やした土地改良事業が完了した。一方で、スイカ、メロン、パッションフルーツ、餅きびなどの栽培も施行されている。 ヤギが2005年調査時で登録数で411頭、さらに野生のヤギがその数倍いると言われる。また、和牛の飼育も約30個ほどが行い、2005年当時で500、数十頭を飼育している。入域観光客数は1989年から2005年までは1万3000人から1万4000人を中心に推移していた。 2007年から2万人以上に急増し、2016年は過去最高の約3万6千人に上った。2006年の時点では宿泊施設は民宿10件のみで、収容能力も69室189人しかなかったが、同年にペンション、2008年にはホテルが開業し、2015年時点の宿泊施設は21件に増加している。 ハテルマ酒造所島内唯一の酒造所である、ハテルマ酒造所では、アワハというアワモリを生産しているが、基本的に、島内消費分のみの製造のために製造量が極端に少なく、島外での入手が極めて困難なことから、幻のアワモリとも呼ばれている。1963年に創業を開始した、ハテルマ製陶が、特産の砂糖キビから製陶を行っている。 竹富町立ハテルマ小中学校島内には高校がなく航路がある。石垣市の高校への通学も困難なため、高校に進学する生徒は島を出る。島の祭祀は女性の司が行う。富香に草分け筋の家があり、最高位である。各集落には廃所があり、南方の三つの森の歌木を拝む。富香は、新どくり。 名石と前は、浅いはまた、南と、北は白、老元の、核、宇たを拝む。年間の祭祀は数多く、廃所や宇たでの祈願や島の各所を拝む行事が行われ、豊富な進化が伝えられてきた。島には、天変地異によって、兄と妹が生き残り、この二人から生まれた子孫が島民であるという、人類起源神話と、泡や稲などの穀物が、 海の中からもたらされたという穀物紀元神話が語られていた。旧暦7月の盆の時期は、僧林といい、道サねえと呼ばれる行列が各集落から出て、島の中央の旧王政の広場で様々な芸能が奉納される。これをムシャーマという。ハテルマ港ハテルマ空港島内に国道、県道はない。また、島内には信号機が一箇所も設置されていない。 島内レンタカー業者は2社。民宿がレンタサイクルを行っている場合もある。坂が多く徒歩観光には向かない。波照間港と石垣島の石垣港などとの間の航路に安坂江観光が就航している。また、八重山観光フェリーが2018年8月から新造船による参入を検討中と報じられたが、不定期航路への就航は果たしたものの、定期航路への参入には、 慎重な姿勢を示している。ハテルマ空港2007年11月30日までは、琉球エアーコミューターが、同年12月28日より2008年10月までは、エアードルフィンの石垣空港便が就航していた。が、エアードルフィンの運航停止に伴い、現在は、路線がない。コート星空観測タワー西浜、史跡名称天然記念物。 無形民族文化財島の周囲には、西浜、ペ浜、ペムチ浜など、白車の美しい砂浜が多いが、西浜以外は、基本的に遊泳禁止。西浜も竹富町の指定海水浴場ではなく、監視委員も配置されていない。シャワー、トイレ、ベンチはあるが、売店はない。2006年5月17日には、修学旅行に来ていた。 横浜市立鶴見工業高等学校の男子生徒3名が遊泳区域外の海に入り、1名が死亡、1名が行方不明になる事故が起きている。ありがとうございます。